おはようございます。速稼塾の久保です。今日は6月4日朝4時になりますけども、まだ夜は明けてないですね。まあ昨晩最後の FX オリガルヒ特別価格のお申し込みがありまして、ご入金もいただきました。はい、全員でね11名の方が入金完了で、残り3名ぐらいの方がまずはね、内金ということで一部入れていただいて、それからまあ交渉ということになるということでございます。もちろんそれでもね、もうなんとか、早くオリガルヒに席を持ちたいというこの熱意にね、すごくほだされまして、まあ私もね、FKX オリガルヒの参加をいただいたわけなんですけども、まあこれからですよね。これから週が明けてあと2日間追加を設けようとは思いますけども、ここからね35万というご案内になります。まあ悩んだ分だけちょっと価格がね上がってしまったところもありますけども、まあでもね相当悩んで、今回やり取りさせてもらった方もいらっしゃって、で最終的にご決断ということだったんで、多分もう6、7はじゃあやりますって方いないと思うんですよね。まあいらっしゃったらまたお話聞きたいと思いますけども、まあ概ね10名ちょっと超えたんですけども、十分私が対応できる人数だったんで、まあまさにね気合が入るスタートになります。ということで今日はねそんなことを話したいわけじゃなくて、ちゃんと相場解説もやりますんでね、じゃあ画面切り替えていきますからちょっと待ってくださいね。いやでも本当皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらです。はい、今日はね1時間足だけを見ていきます。1時間足でここの説明しましたよね。で売りの勢力がちょっと資金を引き上げた分下に下がったってお話をしたところまではお話できていたと思います。その後なんですけども、資金を引き上げたやっぱ買いの勢力がねぐわっと、この辺はそうでもなかったんですけども、ここですよ。これお話したように大きな陽線を出してるでしょ。それがちょっと一本開けたんですけども、3つ並んだわけですよね。どんどんどんと3つ並びました。途中でコマみたいなのが出ましたけどもね、まあ3つ並んだ、場合によっては4つって言い方もありますけども、その時にまずはここのレジサポライン超えましたよね。やっぱりこのねなんかこうひしめき合ったところ、ちっちゃいロウソク足がひしめき合ったところを一つのブレイクポイントとして考えるわけなんですよ。そうするとここを抜けたらねもう大きな資金が一気に入るでしょ。つよりも大きな資金を入れる人がいるからこの均衡が壊れると言ってもいいぐらいなんですよ。この辺は今回解説したところで全部符合したと思います。その後解放されたこのレジサポラインからどんどんね買いの勢力がおぶさっていって、おお買いで抜けたぞって方がね、ここで抜けたことを確認して追いかけ資金を入れたのが、だから私たちみたいな立場ですよ。でブレイクしたってことです。それで利確をみんなでするもんだからここで落ち着いちゃったってことですよね。そうするとね今度またね、今ちょっと出てますけども、ちっちゃい陰線陽線がここと同じように並ぶというふうに私は考えてます。だから131円前後で私はブレイクポイントを設けてるんですよね。でここも取れなくはなかったんですよ。私の力だったらここまで解説してるわけですからね、取れなくなかったわけではないんですけども、ちょっと休憩したってことこれなんですよ。取れなくはないんだけども、いつもいつもねチャートばっかり見てるわけじゃないんで、もう今回はねちょっと他のこともやってたんですいません、いろいろと遊んでたんでね、チャートから離れて、でも解説は皆さんにお送りして、今日ね6月4日の4時にほらこうなったでしょ。で同じ理屈で131円前後、つまり今ですよ、正確に言うと来週なんですけどもね、来週は131円前後のブレイクを狙って、同じようにこういう風なね急騰の流れを取っていきたいなと思ってるんですよね。というところでございます。はい、いろいろとねこう一回一回の相場解説では断片的だったことも、こうやって週末に総集編してみると一歩の線につながるでしょ。プラス来週の私の展望にもなってるわけじゃないですか。ですので FX オリガルヒってのはこういうふうに1週間に1回見れば今週何が起きたかってことが学べる、そして来週どういうふうに考えてるのかってことを、仮説としてね見ることができるということで、お時間どうしてもない方は1週間に1度見て、これはすごい山場が来たんだなと思ったら、その時に過去動画を見ていただくって形にすればいいんじゃないかなと思います。そうすると過去から学んで、そして
来週っていうかね、未来に対して挑戦できるっていうことをずっと繰り返すことができますんで。で、私が今、来週の展望を申し上げたでしょ。で、週が明けて実際に月、火、水とやっていく中で、どのぐらいそれが一致してるのか、それとも乖離してるのか。で、相場ってのは生き物ですから、私がいくらね、緻密に解説して、緻密に計画を立てても、私の意思とは関係なく、別の動きをしたら、それに合わせてまた私はね、新しい解説をその都度作っていかないといけないんですよ。だからテクニカルトレードがすごく必要であって、で、プラステクニカルを同時に、そうはならないかもしれないっていうふうに、ちょっとだけ否定する気持ちもないといけないんですよね。テクニカルが絶対だって言ってるわけじゃないんですよ。テクニカルも4割は外れるという覚悟をしてるんですよ。ただ、今までやってきたところ4割も外れてないなと思ってます。いや、外れて2割ぐらいかなと思いますね。うん。だその辺はだから臨機応変っていうものが助けてくれてるのか、それともテクニカルってのは私が踏んでるように4対6じゃなくて、本当にね、8対2ぐらいでテクニカルってのは当てになるのかもしれないですね。それをこれからも長い時間をかけて見ていこうと思いますね。はい。じゃあ今回以上です。今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。明日はまとめ配信をさせていただきます。